松田ボクシングジム松田ボクシングジムは愛知県名古屋市厚田区のボクシングジムである。畑中清氏を名古屋のジムとして初めての世界王者に育て上げた。現在でも緑ボクシングジムと並ぶ名古屋の名門ジムとして君臨する。事務創立は1943年。昭和10年代にフェザー級の10回戦選手として40戦以上を戦った松田康夫が 現役引退と同時に、名古屋市中区にジムをオープンした。この時の建物は、第二次世界大戦の際に空襲で焼かれてしまったが、1948年に、名古屋市厚田区に、現在のジムが再建されている。1982年に一戦を退いた安尾に、代わって、ジムを切り盛りしている長男の子には、松田ジムからチャンピオンが誕生するところを親父に、見せたいと。 父の果たせなかったチャンピオン育成の夢を実現させようと昭和61年から仕事を辞めて選手作りに専念する。1987年当時の最有力候補は畑中清氏でビッグホープの誕生で停滞していた中部のリングが活気を増した。畑中に続く選手を続々と育て5000個個のうち4試合が1ラウンド1分以内の小勝ちという磯村敏郎。 その磯村とのスパーでも、決して引けを取らないという村田隆横井勝利、後に、薬師寺安へも加わる。ありがとうございます。